どうも、こんにちは。今、6段。あと、4茶を、ラスを引かず、3茶を引かず、トップ3連勝で7段です。もし、3茶引いて、マイナス引いたら、まあ、トップ4回と、まあ、増えていく感じ。ドラ、数層なんで、まあ、総図に寄せたいですね。何もペイも薬杯プラス、小数詞も見るんで、全部ポン。シャワーと3つ。ポンポンポンのシャー短期。チートイはいらんです。こんな手配でチートイ狙っても面白くないんで。やっぱ小数詞は見たいですね。ただこのまま行くとどうあがいても小数詞ならないですね。メンツができちゃってるんで、ここで1メンツがあると小数詞きついです。あー終わった。まあまあまあ。トン、ナン、ペー。全部薬杯なんで、リーチ、薬、ドラ1。まあリーチでしょ。モリー3アンコール。リーチ、薬、薬、本一。つので、ハネマン。トン、ナン。まあ左が明らかにトイトイ系なんで、トンは持たれてるかなと。お、出た。リーチ、薬薬本一、8000なんで意外と安いですが、3枚は裏側3枚。あれ？あ、そうだよ。リーチかけてんだ。すいません。リーチ、トン、ペイ、本一。まあ、3枚は、これが裏ドラ、チロンチロン、2枚3枚。毎回乗るんで。トン2曲、ドラは TP になりました。タイマン行くかなと思ったんですが、いかつに。おやで、この手格好か。ちょっと描けない、ちゃんたぐらいか。ちゃんたチートイツ。これで、ちゃんた終了なんで、もう、リーチドラ1。ドラのチーピン。ダブトン重なると一気に楽です。チートイツは当然。そんな悪い手格好なんで、います。4枚以上に3枚はチートイができやすい。牌の数が少ないイコールチートイそりゃできやすいですね。牌が3種類しかなければ嫌でも重なるし、牌が1万種類あれば、統一すらできないし。3枚は牌の種類が少ないので、そりゃ重なる。リーチ来た。ちょっとここは一歩引きます。勝負できるシャンテンと打点でもないので、あ、これはもう完全折りですね。この二軒リーチをかいくぐって、私の手が万が一にも天敗に至ったとしても点数が残酷とかじゃちょっと勝負したくもないんで、まあ、積もられなかっただけラッキー。まず支出0点でこの二軒リーチを終わらせたという意味では十分でしょう。ドラドラ。まあチートイツは見ます。手格好が悪すぎるんで。あとはピンズの1通、またはリーチドラドラ。まあ、そんなとこですか。よしよし、一通。おおおおお、一通。ドラドラ。まさかここまで手が伸びてくれるとは、誰も思わない。ちょっと待って。ピンズ危ねえな。ちょっと最初のうちに切っときます。これ。ピンズ、このままだと。ピンズの本一なんで、まだ張ってないことを祈って、危ないウーピン、キューピン先に嫌おうと。が、親が、早い上がり。トン三曲、シャーチャ。まずはこの親を、トン、ペイ、どっちも薬杯。自然な形でピンズの本一に行けそうです。1メンツ、2メンツ。まあ、ジャン等にしても3メンツ見えてるんで、
もう一直線行くか。きつ。ちょっとここはでも勝負どこの気もするな。ちょっと一巡弱気ですが。リーチ。おーっとマジ二巡目リーチの手じゃない。こうなるとちょっとトップは右の人圧倒的で。二茶三茶争いが始まってしまう。これはまずい展開。いや、二巡目リーチであの手を作ったっていう感じではないです。二巡目で手作りなんてできないんで、あのハイパイをもらった右の人に完敗です。前、ハイパイ本位作らったんだよ。私の第1打目でロン。全部ピンズ。1枚だけトン。そんなロン食らったんで。ハイパイでピンズ12枚でテンパイ。トン短期。それをロン食らったことがあるので。まあ2巡目。これは、この曲はちょっとトップを1回諦めて。左の人もさすがにこっからトップじゃなくて。これはちょっと左の人を誇らせて、まあ2茶に甘んじる、3茶を引かない、そういう曲も麻雀やってりゃ腐るほどあります。ピンズの1通とソーズのドラ。親がリーチしたら完全に降りて、もう積もってくださいと。積もって左誇らせて終了にしてくださいと。ソーズの一通ができればいい。後々の安全の考えたら9ピンを持っときたいか。場を制する人物は一体誰なのか。神茶、ここは合わせ打ち。リーチドラドラで裏ドラあるので、まあ、5、2リーチかけり8000ぐらいになるだろうと。ちょっとポンされそうな方を先に。ここで泣いてきた。後々の安牌になりそうなやつをジャントに。さあ、この範囲に反応するか。ここはスルー。当然左はもう後がないので上がらないと。ここで噛んだ。爆地してきます。CP もちょっとわからないので一回保留。旬は1枚切れ。あ、2枚切れ。あ、これはもうちょっと一発積もうして。うわ、私のピンズが全部論敗。ちょっと、右の人強すぎだから。まあ、サンマをたくさんやってる皆さんもたくさんやってると思うので。こういう一曲は、10万点超えの一曲、何度もあるよと言われるかもしれませんが、ちょっと圧倒的。でも足も出ないし、速いし、高いし。プラス100、素点で。あ、ワンスリーか。サンマって3万5千スタートの4万点返しなのか、3万5千スタートの3万5千返しなのか私は分かっていないので、それによって丘がいくらつくかと。まあ、4万の延長で考えれば、3万5千スタートの4万返しなのかなと。丘は15。まあ、トップ賞ですね。なのかなと今思いましたが、別にホームページでそこまでルールちゃんと把握して打たなくても3万は打てるんで、まあいいです。サンマを打ってみたら、こんな散々というか、ちょっと右の人の圧勝でした。また、三茶は引いてないので、トップ3連勝で、次の段位は変わっていません。また、7段目指して打っていきたいと思います。いつも見てくれてありがとうございます。